はい、どうもこんにちは、ハロワです。ということでね、今回はね、プレミアム公開をね、ご視聴いただいてありがとうございます。ということでね、早速ね、防空戦のアップデート情報をね、発表していきたいと思います。後日ね、最初のオープニングと、あと、防空戦のね、新しくなったルールをまとめた動画をね、また別で作るのでね、そちらを見てください。よろしくお願いします。ということでね、早速、防空戦のね、アップデート内容を説明していきたいと思います。防空戦のね、今回アップデート項目はね、11項目ありますということでね、おい、ちょっと待って、バージョン 1.00 で10項目ぐらいアップデートしたのに、今回11項目アップデートするのかっていうことでね、非常に防空戦ってね、非常にね、細かい点が多いんですよ。なのでそこをね、僕的には白黒していきたい。まあそう思っています。ということで早速ね、防空戦のアップデート情報バージョン 1.01 をね、発表していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まず、防空戦のアップデート項目1、攻撃開始まで、艦載機を発艦してはならない。ということでね、はい、こちら、防空側、空母側、両者です。はい。でね、ただしね、条件がありまして、空母側でヘリで測量する場合、はい、これ、なぜヘリで測量するのかというと、空母のね、母艦を前進させる際なんですけど、その時にヘリを出して、測量するときはね、OK となりますので、よろしくお願いします。まあ、要約するとね、防空側が集まるまで索敵禁止ですよっていうことですね。はい、こっちの方が分かりやすいかもしれん。うん。で、それとね、あと、空母の待機時間があるんですけど、2分ぐらい。それがね、その時にね、暇だからといって、戦闘機のね、観光も NG になっております。ということで、チャットの方でね、しばらく、楽しんでてください。よろしくお願いします。ということで、次、項目2、強襲空母は初期位置から移動不可。ということでね、初期位置からね、移動が不可能になります。ただし、これにも条件がありまして、その場の方向転換を除くということで、方向転換ならね、まあ、移動は OK です。はい。まあ、前進更新はしてはいけないけど、左にちょっと母艦を曲げたりとか、右に曲げたりとかは、可能なので、まあ、方向転換は OK です。ということで、次、項目3。ノーマル空母は、1.0km、括弧直線距離まで前進できます。はい、これね、強襲空母は初期位置から移動不可なんですけど、ノーマル空母はね、1.0km までね、前進させることができます。要はノーマル空母に、人権を与えた形ですね。はい、これ実際には人権与えたんじゃなくて、強襲空母の人権を剥奪しただけです。はい。まあ、人権はしっかり保障されていますよ、現実のね。ということで、項目4、嵐マップを追加。ということでね。嵐マップね、今までね、追加しようか迷ってたんですよね。その、バージョン 1.00 でね、嵐マップ追加しなくて、延期にしたんですけど、嵐マップを追加するにはね、攻撃開始までね、索敵を、禁止にしないといけない気がしたので、今回ね、索敵を禁止にしてね、その代わりにね、嵐マップを追加することにしました。はい、索敵がされないことによってね、AI 操作で母艦から攻撃するのを防ぐっていう、まあ、そういうね、企みがあります。ということで、次、項目5つ目。防空空母で、シュトルムやズイカグは、戦闘機を使う際は AI 操作でしたが、人力を OK にしますということで。要はね、戦闘機を使ってね、敵の、攻撃機がね、空母側に逃げてしまった。このまま追いかけるとね、防空でやられてしまうので、対空ミサイルでその、攻撃機をボコしますっていうのが、OK になります。ということで、事実上のぶっ壊れが、出現しました。はい。これがね、大幅な強化となっております、防空側の。ということで次、項目、6つ目。空母は AI 操作以外の敵は、修理キットやチャフは使えませんでしたが、チャフだけに限り、チャフをありにしますということでね。今までね、空母はね、戦闘機とかを使う際は、
チャフはね、禁止、まあ、修理キットも禁止になっていたんですけどね。まあ、これはちょっと防空側、空母も、チャフありにしようかな、ということで、今回チャフをありにしました。はい、ということでね、次、項目7個目。潜水艦をすべて解放します、ということでね。はい、これ、検証してみた結果ね、潜水艦ね、潜水時間関係なくね、普通に倒せるっていうことが、判明しまして、空母ってね、艦載機にね、魚雷とか乗っているやつ少ないんですよね。なので、その関係でね、倒せないのではないかって思ってたんですけど、案外いけるっていうことが分かったので、じゃあね、潜水時間ね、短いやつ、じゃなくても長いやつでも正直関係ないなっていう風になったので、潜水艦をすべて解放します。これによってね、タイプ096や SMX シリーズに限らず、オハイオや、コロンビア、ドンスコ、ユーリなどを、使用することができます。もちろんね、潜水艦のね、対空ミサイルとかは全然使用 OK です。はい、ということで次、項目8。潜水艦の参戦人数を1人までにしていましたが、2人までに変更しますということでね。はい。今まで潜水艦はね、1隻までだったんですけど、2隻までに変更します。はい。ただね、正直ね、潜水艦多くてもね、一つ、あれ、問題があってね、潜水艦がいるとね、防空側の防空薄くなるんですよね。なので、それでね、早期にね、決着が、ついてしまうことが多くて、あと潜水艦残るっていうことが、まあ、大体多いんですよ。なのでね、防空側にとってはね、潜水艦をね、二人にするっていうのは正直不利なのかなと僕は思うので、あんまり潜水艦はおすすめしません。はい。ということで次、項目9。試合開始後の空母待機時間を2分から3分に変更しますということでね、はい、これは要はですね、防空側が、全員集まるまで、しばらく待てということです。まあ、要約するとね。はい、なので空母の人はね、2分待つのではなく3分待つっていう風になります。なお、待っている間はね、項目1にもありましたが、攻撃開始まで艦載機を発艦してはなりません。はい。まあ、これによってね、1試合の時間がね、1分伸びますということでよろしくお願いします。ということで次、項目10なんですけど、項目10はね、落ちた人への対応の、変更ということなんですけど、今回ね、索敵が禁止になったっていうこと、まあ、攻撃開始前に、索敵が禁止になったっていうことでね、対応が変わります。まず、攻撃開始前に、落ちた人が出てきてしまった場合は、両者索敵されていない場合のみ放置します。はい。で、落ちた人がね、空母に接近してきたり、あるいはね、索敵がね、通ってしまった場合、落ちた人が攻撃し始めますよね。そのタイミングで、処理を開始します。ということで、よろしくお願いします。潜水艦が落ちた場合もね、一緒ですね。なので、グレネードランチャーとかを使ってね、頑張って倒してください。で、空母が落ちた場合はね、まあ、同じように防空側はね、空母を処理するっていう感じですね。で、次、攻撃開始後に落ちた場合は、これはいつも通りね、即処理っていう形ですね。よろしくお願いします。で、次、項目11なんですけど、項目11はね、これ、そういえば考えてなかったなっていうことなんですけど、オーシャンアベンジャーですね。はい、こちらの、オーシャンアベンジャーくんなんですけど、オーシャンアベンジャーね、ちょっと特殊な船でして、なんとね、ミサイルがね、2プラス1で3枠あって、で、主砲もありますと。で、それなのにドローン2機があります。で、防空もしっかりあって、自動艦砲もあって、ヘリもある。おい、こいつは一体どっちなんだいっていうことでね、白黒はっきりさせたいと思います。結論から言うと、両方です。はい。で、まあ、項目11、オーシャンアベンジャーの追加ということでね、オーシャンアベンジャーはね、空母側、防空側、両者参加することができます。はい、ということでね、まず、空母側の場合なんですけどね、空母側の場合はね、空母側の場合はね、ノーマル空母と、同じ扱いになります。
ただし、出勤地がね、通常の空母より前に設定されているので、まあ、移動は不可です。はい。ただし、方向転換は、OK です。ということで、前進後進はダメですけど、右左に、ちょっとだけ動くのは OK です。で、母艦からの攻撃は、基本 NG なんですけど、戦闘機への対空ミサイルなどは可能です。はい。そして、主砲は NG です。もちろん。で、防空側の場合は、こいつはね、防空空母になるのではないかっていう感じなんですけど、防空空母として取り扱うのではなく、普通の船として取り扱います。はい、なのでね、対空ミサイルで、艦載機をね、撃ち落とせるほかね、主砲も、一応 OK です。まあ、艦載機に命中させる実力があるのなら。ただし、ドローンは、使用不可です。はい、もちろんです。対空ができるドローンでもダメです。で、ヘリはね、まあ、通常通り OK ですよっていう感じですね。で、次ね、正直、アップデートっていうよりは、どちらかというとみんなに知っておきたいことがあるんですけどね。違反行為をね、している人がいたらね、注意することができます。はい、誰でも注意することができます。ただし、ルールを、しっかり、知っている人のみです。あるいは守れている人です。この両者、ね、満たしている人のみ、注意することができます。で、もしね、違反行為をして注意しても効かなかった場合は、撃墜させないで、ハロワに許可を取ってください。よろしくお願いします。ただしね、YouTube のね、ライブモデレーターに限っては、僕の許可なしでね、攻撃、して、撃墜することは可能です。はい。ということでね、そういう感じでね、よろしくお願いします。ということでね、今回のアップデート内容は、以上です。はい。ということでね、長らくね、ご視聴ありがとうございました。ということでね、今回のプレミアム公開は終了ということでね、お疲れ様でした。ということでね、このアップデートに関してなんですけど、このアップデートは、6月1日からスタートします。なので、それまではね、5月のね、ルールになりますのでね、6月1日からね、この新しいルールに変更されます。ということで、よろしくお願いします。ということでね、今回のね、プレミアム公開は終わります。ということでね、ありがとうございました。質問とかね、ありましたらね、この動画のね、コメント欄をね、ご利用ください。よろしくお願いします。